皆さん、こんにちは。今回もスプラックスのプレイングサッカーシャッフルモードですね。はい、鈴木武蔵ですね。スピード88、ジャンプ力85、動き出し85、意外性85と、非常に、ね、優秀な、センターフォワードですね。日本代表の中でね、このスピード、ジャンプ力伴っている、ね、選手、なかなかいないですね。はい。ジャンプ力があるっていうのがね、非常に大きな特徴で、まあ、ヘディングの能力は低いですけど、クロスボールで得点を決められる可能性のあるね、選手ということで、貴重な存在だと思います。ただ、岡崎もいると。岡崎はね、完全にストライカーなんですよね。だからセンターバー真ん中で使いたい。で、岡崎もヘディング持ってるんで、ジャンプ力はないですけどね。で、動き出しと、武蔵と合わせて、まあ、タイプも同じか、タイプ似てますね。スピードがちょっとね、違って、まあ、あと、プレッシングやるところも似てるな。はい、アルジェリアのスダニ、柏木ですね、ウェイン・ルーニーと、カンテ、強い、ディエゴなんとかですね、センターバック、いや、強いですね、カンテ前に上げられるな、これ、で、ベルギーのセンターバック、ビダル、強すぎますね、はい、フォーメーションに迷いますね、逆にこれ。ちょっとね、このカンテ、ビダル、ルーニーと、はい、中盤のね、まあ、プレッシングに優れた選手多く引いて、ルーニーなんかプレッシング、攻撃もできて、プレスも80、ほぼ80ついてると。はい、キーパーアルゼンチンのロメロが入ってます。で、控えがアルジェリアのセンターバック、アルジェリアのサイドバック、ディフェンシブミッドフィルダー、小次元、アルジェリアのオフェンシブミッドフィルダーと。小次。いや、ディエゴ、これですか。サイドに一人欲しいな。ここも硬いですね。で、いや、サイドがいないか。柏木、あ、サイドできないの、柏木。これどうしますかね、これ。いや、もうこうやっちゃうか。あ、ダメだ。できない。スダニ。まあ、スダニもそこまで悪くないんで、ですよね。で、この人変えたいな、サイドバックですもんね。ちょっとね、サイドバックの選手、サイドミッドフィルダーで使うのは、ちょっと機能性が落ちるんで。どうするか。どうしますかね、これ。この人も使うほどじゃないな。無理やりダブルにして、こじ開けますか、ここね。はい。まあ、鈴木サイドもいいと思うけど、岡崎サイドで良くなるかどうかですね。ルーニーがトップ下っていうのも若干不満が残る形で、カンテがもうプレッシングマンとして非常に優秀なんで、もうビダルと合わせて攻め、傘にかかって攻めるか。ちょっと不満が残る形ですけどね。せっかくね、いいところ引いてるんですけど、いいフォーメーションの配置が思い浮かばないですね。まあ、これできますかね。岡崎が不満ですね、ちょっと。はい。ポルトガルと強豪ですね。いいところ引いたと思いますね。ロングフィード飛ばします。鈴木、須田に。一回折り返して。こう、バイタルで鈴木がフリーですね。ジョゼフォンチかわし、切って、切れないか。はい。ポルトガルね、ディフェンスも硬いんで、お、パスがいけそうですね、これ。はい、パスでうまく崩してますね、今。右の2人残して今攻めつけたんで、相当ね、いいですね。あれ、これ前にいるのかな？あ、いますね。岡崎がいると。はい、ここ空いてるかな？空いてないか。ペペですね。そうですね。ペペがしっかり守ってるっていうことは、曖昧な攻め方で、センターバックにね、ボール触るチャンスを与えると、ペペにボールを奪われることになると。カンテのミドルシュートは、ブロックですね。さあ、カンテの良さをはっきり生かすような。これ難しいですね、でも。はい。クリロナ、あ、これで奪いましたね。はい、これペペうまくかわして勝ち。岡崎のシュートはキーパーですね。今のね、入ってもおかしくないと思うんですけど。うん。カンテのシュートは、ブロックと。すでにミドルシュートですね。キーパーですね、これも。フォアクロス、あ、真ん中ですね。岡崎がうまく合わせました。ちょっと一瞬ね、隙ができましたね。ポルトガルとしてはね、結構守ってたんですけど、もったいないような、得点の奪われ方ですね。
はい、ビデル頑張って、すぐに簡単。はい、真ん中狙いですけどね。意外と鈴木武蔵がやっぱり中央でいい動きしてますね。はい、これは庄司がもう当たりに行きます。庄司とね、クリスティアーノ・ロナウド、マッチアップね、鹿島とレアル・マドリードでね、昔やりましたね。はい、世界クラブワールドカップですね。はい、1-0。どうしようかね、迷いますね、これ。他に選択肢あんのかな。まあ、センターバックは正直継続でいいでしょうし、この人入れるとどうなんだろう。入れても悪くなる一方、柏木がサイドできないんで、いや変えるところがない。これ入れ替えたいんだけど、やりすぎですねこれ。これは策を練りすぎてんな。入れるとしたらね、ディフェンシブに入れないとダメですよね、多分ね、この人ね。柏木上に上げるか、それで。ちょっとやってみようかな。やっても良くならない気がする。良くならない気がする。こんな感じやりたいってことですよね、だから。いやー、ちょっと見てみるか。岡崎トップですね。で、鈴木、まあ岡崎をね、トップに持ってって動き出しで得点取れる形にしたのがポイントですけど、これ、落ちちゃってるね。まあいいや、はい、これで見ます。で、ポルトガル4バックで、サイドはそんなに弱くないんで、ダブルを解消して真ん中に荷重かけると。こっちの方がね、ポルトガル陣形を崩すためには効いているかもしれない。はい、ここでボール奪いましたね。ルーにキープ、サイド、武蔵、ファーにうまく蹴りましたけど、枠上に外れます。今の角度ね、入ってもいいところだと思いますけど。さあ、ルーニーですね、やっぱり。はい、いい動きしますね。オフェンシブミッドフィルダーで起用してね、最終ラインに積極的に加わってくれますね、ルーニーなら。はい、これも早く攻めたい。カウンターで。はい、シンプルに攻めて、うまいですね。はい、綺麗に簡単。今ね、ボール奪ってからの展開5秒くらいですかね。これで決めきってるんで、カウンターとしてね、理想的な形ですね。うん。ボール奪ってからの、ね、5秒ね、大事なんでね。はい、ピタルがクリロナから奪います。ロングフィード。うん、スピードサッカーができてますね、これ。スピードサッカーというか、縦に速いサッカー。うわ、ペペ、強い。うん、ちょっとね、パスが強かったですね。さあ、技は悪くないけど。やっぱりね、シンプルに攻める意識でやった方が、はい、ルーニーの強烈なミドルシュートでね、キーパーファンブルして1点ですね。はい、ルーニーの得点というか、勝負強さがね、出てますね。はい。うん。いいですね。いやー、強い。プレッシングもね、激しいですし、ボール奪ってからのカウンターが異次元になってますね、こっち。はい。やっぱり、ビダルとね、やばい、庄司、頼む。大丈夫ですね。はい。うん、ちょっと急ぎすぎですね。ルーニーのロングシュートキーパーですね。ただ、この形なら、ジョゼか。はい。クリロナ、カンテが行く。カンテが奪いに行きます。ベルナルド・シューバー。ゴンサロ。はい。良さは出てますけど、ちょっと急ぎすぎですね。というわけで、4-0 ですね。はい。全体的にね、非常にテンションの高い試合になったと思います。こっちね、ポイントは、ビタル・カンテ、庄司・メキシコの、ディフェンシブ・ミッドフィルダー。ここがね、あとウィン・ルーニーですね。いや、真ん中にね、綺麗に柱が通って非常にね、強力なチームになりました。特にビタルとカンテがね、近い位置で縦関係を持ってディフェンスしてるっていうのがね、相手にとっては脅威以外の何者でもないですね。あ、縦関係じゃない、ビタル横か。そうですね。はい、カンテね、やっぱりもう、アンカーとして図抜けたね、能力持ってるんで、ビタル以上だと思いますね。はい。ビタルもね、もう世界ナンバー1になってもおかしくないぐらいの守備的な選手というか、まあ、守備の、ね、能力、ダイナモに
注目すればね、それぐらいの選手なんで、はい、このカンテとビトルのコンビネーションね、非常に強力でしたね。で、なおかつね、トップ下ルーニーが大きかったですね。今回プレッシングにルーニーかなりね、効いていて、カウンターにもね、関与してくるんで、もう、ポルトガルとしてはね、中盤を完全に明け渡した形で勝負するしかないと。いうことですね。はい、このカンテ、ビタル、ルーニーと、であと超人メキシコのディフェンシブミッドウィーター、ここがね、中盤で相当強烈に機能してポルトガルに付け入る隙を与えませんでしたね。はい、でメンバーから漏れましたけど、柏木もね、やっぱりな、これ目立たない存在になっちゃいましたけど、オフェンシブ、ディフェンシブ、センターとね、3つのミッドフィルダーゾーンでできるんで、非常にユーティリティ性が中盤に関してはあってね、柏木が1つ入るだけで中盤のフォーメーションはね、必ず理想的に組める、まず理想的に組める、選手ですね。はい、こういう選手ね、1人いると非常に楽ですね。で、柏木ね、ディフェンス能力伴ってるんで、まあ、ディフェンシブの働きを期待してもいい選手っていうのがね、本当にありがたいところですね。はい、でまた攻めてはちょ、ね、攻撃ですね。だから、鈴木武蔵と岡崎引いたんですけど、この2人をね、使う、まあ、ベストはやっぱりね、最初に言ったように2トップで並列化して、裏狙いですね、あるいはヘディングで合わせる、どちらもねヘディングも得意なんでね、これが良かったと思います。ただ今回ね、その並列化が実現せずにね、中盤人数揃った関係でサイドとかね、人数不足してたんで、岡崎をウィングで使うことになりましたね。後半はね、センターフォワードにして、鈴木をサイドミッドフィルターに下げるというね、工夫をしました。まあ、やっぱりね、使ってみた感想、これベストな形ではないかなと思いますね。はい。岡崎がね、ウィングで、まあ、あるいは鈴木でもいいですけど、サイドでボールを持った時にできるプレーの幅がね、やっぱり本職がセンターフォワードなんでね、どうしても少ないと。これ、長井健介とかね、浅野みたいな、足が速いタイプにもね、言えることですね。はい。センターフォワードにした方が機能する選手というのはね、足が速いタイプでいるんですね。オーバーメアもそうですね。はい。いや、まあ、やっぱりウィングがね、それだけ難しいということですね。ここでやるとすると、求められる能力ね、まあ、1対1で勝負できて、縦に行くかカットインするかっていうね、対応的な能力が求められるということで、ウィングの難しさっていうのがね、そこに表れているんだと思いますね。今回の不満はそこですね。はい。岡崎と鈴木武蔵の使い方と。はい。で、あと前半にダブルを形成しましたけど、ポルトガル4バックですね。で、まあ、サイド狙っていくのはね、決して悪くはないですけど、まあ、3セッターに対してダブルを仕掛けた時に比べると、だいぶね、狭いんで、まあ、4バックにね、サイドを狙っていくのが、サイドに人数をかけて狙っていくのが、果たして正しいのかどうか。それよりは、中央に人数をかけて、縦に速いサッカーを目指していった方がいいんじゃないかっていうね。はい、そういう考え方もありますね。まあ、いずれにしろね、まだまだ工夫の余地がある状況だと思います。ポルトガルね、クリスティアーノ・ロナウド行かせませんでしたね。こっちはね、もう完全に中盤でね、フィルターラインでボールカットしてるんでね。あ、でも一回あったか。庄司がね、対応しに行った場面ありましたね。はい。まあ、やっぱりクリロナ、侮れないっていう感じですか。あとね、まあ、ベルナルド・シェーバーのね、うまさがあるんですけど、こういうね、本当に、タフな試合に、激しい試合になった時に、まあ、ますます強さを発揮するのはクリスティアーノ・ロナウドと、あるいはメッシとかね、まあ、その辺の完全に世界に対して飛び抜けた選手ということですね。はい。というわけで、今回はサッカーポルトガル代表相手に4対0でした。また次回シャッフルモードやっていきたいと思います。今回はこれで失礼します。